ありがとうございます。私は神宮寺隆法です。本日は、ま子さまと小室圭さんのことについて、私の鑑定結果をお知らせしたいと思います。 小室圭さんはアメリカの弁護士試験に不合格になりました。そして、ま子さまのお母さんのお父さん、お亡くなりになりました。それと、 今、インターネット、パソコンでもそうですが、スマートフォンでもそうですが、秋篠宮家に対する誹謗中傷、小室圭さんに対する誹謗中傷、ま子さまに対する誹謗中傷、これは 画像と、つまり YouTube の画像と制作の内容を見てみればよくわかりますが、これは YouTube を作るプロの集団が作っている動画なんです。つまり、個人がアップ アッした YouTube ではなく、大きな組織が動いて、多額な投資をして、秋篠宮家、まこさま、そして、小室圭さんを、完全にこの日本社会からシャッ とウトアウトさせようとする隠れた意図がはっきりと私にはわかります。私の YouTube を聞いている方々もうすうすは感じていると思います。今、目に見えない 大掛かりな組織が、秋篠宮家、ま子さま、そして小室圭さんに対して、また、小室圭さんのお母さんのかよさんに対しての個人中傷、誹謗中傷が、組織的に行われています。 この先に何が見えてくるか。祈祷師としての神宮寺隆法の鑑定結果を申し上げます。ま子さまと小室圭さんは必ず離婚します。一緒にいることができないのです。 なぜかというと、お二人は、同時にお二人がなる可能性もありますし、また、ま子さまが先になる可能性もありますし、小室圭さんが先になる可能性もありますが、うつ病とパニック障害に陥ります。 精神を病んでしまうんです。今の状況が続けば必ず二人は精神的に病んでしまいます。そして結婚生活は破綻をするわけでございます。我々今日本国民は どのようにこのような状況に対処すべきか、冷静に考えなければいけないと、神宮寺隆法は心から心配しています。神宮寺隆法は、あなたの幸せを 心からいつも祈っています。神宮寺隆法でした。ありがとうございます。